競泳、パリ五輪代表選考会、17日、東京アクアティクスセンター、女子100メートルバタフライ予選が行われ、平井瑞希、アッツク .yw が57秒23の1位で準決勝に進んだ。体の動きづらい午前中のレースから、パリ五輪の派遣標準記録、57秒34を突破。18日に行われる決勝で、派遣記録を突破し、2位以上にいれば初の夢舞台が決まる。写真、飛び込む瞬間、惚れ惚れするほどの姿勢の美しさ、頭から足の指先まで一直線予選から好タイムを叩き出した。前半50メートルを27秒13で折り返すと、隣のレーンで泳ぐ、池江璃花子、横浜ゴム、とデッドヒートを繰り広げてゴール。五輪代表が決まる一発勝負の大会で、独特の雰囲気があるが、思ったより緊張しなかった、と頼もしく、前半50メートルは意外と速いので調子がいい、と頷いた。1月の北島康介杯で57秒79をマークし、2月には57秒08と自己ベストを連発している新星。56秒台突入となれば池江以来、日本人女子2人目の快挙となる。準決勝では自己ベスト。五輪に出るとすると、一本ずつ確実に、タイムを上げていって、決勝のいい記録につなげたいので、そんなレースができれば、と意気込んだ。